メイクリプス株式会社という会社でございまして、会社と同じ名前のプロダクトになるんですけども、請求書だとか見積書だとかのですね、送付業務、それからその請求書から返ってくる入金の管理だとかですね、そういった請求周りのクラウドサービスを展開している会社になります。バックオフィス業務は3名ね、はい、3名って言いましても、その請求業務も やりますし、人事、労務、それから総務系のやつで、まあ、そういったものを含めて3名になります、我々はその請求書の発行と言われるサービスを展開しております。ですので、請求書の発行自体はですね、課題もなく、進めていけたと。一方でですね、やっぱ事業が拡大していく中で取引先が増えていきますと。でそうすると、請求書だったり契約書だったりっていうのを受け取るっていうところがあるんですね。でこちらの業務が事業の拡大に合わせて、増えていっていると。でじゃあここに対して、例えば先ほどバックオフィスの社員何名いますかって話をされたように、増やせればいいんですけども、なかなか人を増やすことができないというところでですね、生産性を上げながらミスがない業務をやっていただく必要があると。ここが大きなポイントになっていました。そうですね、まず請求書をいただいたものを、手打ちで入れさせていただいて、でそれをまた名鑑で確認し、私の上場となる田沼さんの方に再度二重確認をしてもらってから支払いを行っていたという形になります。もう枚数が多くなればなるほど、どれだけ気をつけていてもミスは起こってしまうので、この二重確認っていうのも必須でしたね。課題認識としましては、やはり正確性ですね、それから効率性のこの2点です。正確性に関しましては、やはり支払い業務ということで、お金を支払うということになりますので、間違いがあってはいけないということで、どのようにして正確に支払い業務を行うかということで、効率性に関しては毎月発生する業務で、かつ会社の規模が大きくなるにつれて請求書をいただく枚数っていうのも増えてきます。その中でどのようにしてバックオフィスの人員を増やさずにですね、対応していくかという、こういう2点がですね、課題としてありました。やはり小さい企業ですので、なるべく人数を増やさずにどうやって会社の成長を支えられるかということでバックオフィスを考えてました。ソフトウェアの導入で解決しようというふうに考えました。やはり紙で請求書っていうのをいただくことが多かったので、それをどのように電子化するか、効率化するかということを考えたときに、OCR の製品はたくさんあるんですけれども、複写機のメーカーであるリコーというところとの親和性を考えたときに、クラウド OCR 請求書というところの導入を決めております。やっぱりコロナ禍でなるべく出社しない形でこういった支払い業務、バックオフィスの運用をしていこうと。クラウド OCR 請求書の使い方としては、もう今はもう全て請求書は電子でいただいているので、まず私のデスクトップにすべて PDF の方を保存させていただいて、あとは全件選択、クリック&ドラッグですべて落とし込んでしまえば終わりですといった形になります。データ確認っていうのは、月の枚数にもよってしまいますが、2、3時間で終えているかなという感覚値になります。そうですね、9割ぐらいはもう効率化できたかなって思っています。この月末月初の残業はないです。人為的なミスに関してはほぼもうないですね。思い出せないです、OCR にしてからは。 OCR に関してはやはり当初はいろんなフォーマットの請求書があったので、金額の、エラーっていうのは一切発生したことないんですね。なのでそれはすごい嬉しくて、で発生するとしたら、時々新しい請求書のデザインだと請求書番号が違うところから取ってきてしまうであったり、ただそれに関しても2回目以降はもう AI の方が学習してくれるので、そういったミスもなくなりますし、あと
毎月振り込みが発生する企業に関しては AIOCR の方で登録ができるんですよね、その情報の。なのでそれ以降はミスが起こらない。あるとしたら本当スポットで来る新規の紙の請求書の読み込みっていうのは、今までないデザインだったので時々あるかなっていうぐらいですね。請求書の支払いに関しては、多くが電子化されてはいるんですけれども、一部紙で来るものがありました。以前はですね、紙で来た請求書から支払いを起こすということで、経理の担当者にですねお願いをして、請求書の支払いのためだけに会社に来てもらうということで、お願いをせざるを得なかったんですけれども、多くが電子化されて支払いを起こせるようになりましたので、どうしても紙で来る請求書に関してはその時会社にいるメンバーがですね対応するという形で、必ずしも経理の担当者が必ず支払いを起こすためだけにですね会社に来る必要がなくなったということで、そういう点でのプレッシャーからの解放という点では働きやすい環境になったのではないかなと思います。やはり見積書や発注書などは、営業の部署ですとか他の部署で扱う書類になりますので、そのような書類を電子帳簿保存法に対応するためにどのように一元的に管理するかという点で課題がありました。メイクリープスを使って請求書を発行していますと。で、発行側はメイクリープス内で電帳法対応が可能になるんですけれども、受け取った請求書の電帳法対応であったり、その他見積書、発注書といったのがどうしてもメイクリープスだけでは完結できないので他のアプリが必要で、もともと OCR の方を使っていたので、UI が同じっていったところでは私他のツールを使っているという感覚はなく、もう全部一つのツールで終わっているという感覚値はあります。で、今後開発区の方にお伺いしたんですけど、メイクリープスと商標サービスが連携してくれるっていうのを伺っているので、そこが実現できれば私経理としてはもっと一元管理に近づけるかなと思ってます。UI がクラウド OCR と同じなので非常に使いやすいです。商標電子保存サービスはいくつか決められたフォルダがありまして、そちらにですねファイルをクリックしてドラッグ&ドロップするだけのものになりますので非常に簡単にできます。またですね、繁忙期の時だけ入力代行を活用させてもらって、既存のメンバーにあまり負担がかからないような形でこの商標電子保存サービスっていうのを活用しています。もともとこの法改正っていうのは以前なかったものなので、バックオフィスとしては今までなかった業務が増えたといったイメージだったんですね。なので結構どうしようかって頭痛めてたところだったんですけども、このサービスシステムを導入いただいたので、ユーザー側としては何にも考えずにただただ、アップロードをするだけで法改正 OK といったところで、追加の負荷だったはずなのか何も考えずに行える業務っていった形になっています。で、私だけではなくて他のメンバーも使えるので、私自身は経理として携わっている帳票のみをやっていて、営業であったりうちの場合はサクセスチーム部隊の見積書発注書は彼らが全部自分たちでやってくれている形になります。そこに関しても権限で設定できるので、誰がどれを閲覧できるっていうのを細かく設定できて、経理の帳票を、現場の皆さん、営業の皆さんに見られる心配もなく日々業務を行ってます。現場としてなんですけど、やはり法律は絶対守らないといけないもの、そういったものに対して日々のプレッシャーなく、もうただただこのサービスに頼っていれば全てクリアになりますよといった安心感はあります。やはりクラウドサービスですので定期的なバージョンアップということで、法律の改正等にも対応していくので、そういった点での安心感と
というところがあります。バックオフィス特有の悩みだとは思うんですけれども、紙に慣れてしまっているっていうのが一番の敵だと思うんですよね。どれだけちゃんとシステムでできるよって言われても安心感っていうのがどうしても紙に残ってしまうので、ただ使えば使うほど、またリモートワークっていうのも入ってきているので、あ、紙がなくても全然やっていけるんだといった形で、私も0から1にすぐになったわけではなくて、ステップバイステップっていうのが正直なところありました。なので皆様もすぐに何かを変えるっていうよりかは、何か新しい取り組みを入れてみて、それに合わせて少しずつ改善を行う、で少しずつペーパーレスを進めるでもいいんじゃないかなって個人的には思ってます。バックオフィス業務って正直お金を稼がないんですよね、はい、でそこに対して人を増やすっていう判断って正直難しいんですよ。じゃあ、今まで通り何もやらないかっていうところもなくて、でそういったバックオフィスって会社を支えてくれてるんですけども、人は増やせると。じゃあどうやってその満足度を向上させるかっていうところの一つとしては、IT の導入っていうのはあるのかなっていうのは思ってますね、はい。